どうもリアルバキョウです。さあ今回はですね、効率よく前腕を鍛えるためのトレーニングプログラムを紹介していきたいと思います。あ、これ男性の方ね限定だと思うんですけど、やっぱりね太くてたくましい、なんか強い前腕をね、強そうな前腕をねやっぱり作るのって結構ね難しいと思うんですよ。で、僕結構ね前腕は割とね太い方なんですけど、まあこの前腕を作るためのプログラムを今日は紹介していきたいと思います。ではちょっともう早速ねトレーニングの方に入っていきましょう。前腕のトレーニングプログラムやっていきました。まあ、軽くね解説もしたんですけど、まあ、まず1種目目はリバースカール、これねイージーバーで行った方が手首への負担が減るので、ぜひねイージーバーで行うようにしてください。そして1種目目なので結構重量も扱える種目なので、ある程度重量を扱って行った方が効果的だと思います。でもねあんまり無理しすぎると肘に負担がくるので、ちょっとそこら辺はある程度ね自分の方で調整してやってみてください。そしてあとはねリストカールなんですけど、特にねこの通常のリストカール、こっちの方がねちょっとコツがあって、まあ、一応解説も軽く入れたんですけど、バーベルを手のひらからまあ下ろすときに指の方に転がして、で転がした指先に転がしたものを今度は巻き込むときに手のひらの方に戻す、まあ、転がして戻す、転がして戻すという風な感じでやると手首の負担もちょっと少なくて、なおかつ前腕がね結構低回数でもねパンパンになるので、ぜひ試してみてください。まああとは、まあ、リバースのカールはまあしっかり下ろした時にストレッチかけること、これを意識する。そして最後の、まあ、チンニングの体勢で維持するのは意外とねしんどいので、ぜひこれもね試してみてください。ということで本日はこれで終了です。皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあね。なか標的をこの僕の方へ、ね、いいよケツみたいな胸、ケツみたいな胸、いるから生きるため走り出す。 Now